カモンマテリアル、マテリアルの岡部五郎です。マテリアルの会議です。カモイの日村です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、ということで、9月16日ですね、はい、ちょうど真ん中来ました。はい、9月16日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、ハイビジョンの日です。今日はハイビジョンの日です。おー、ハイビジョンの日、ハイビジョンの日、ハイビジョン、はい、画面の横縦の比率が9対16であることからハイビジョンの日となっているんです。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、まあまあハイビジョンってね、ちょっと古いんですよね、言葉がね、言葉としてはね、ハイビジョンはね、なんだけれども、まあ、今その流れがずっと続いてて、まあ、デジタルの走りになってるやつで、そこから引き継がれてきてるという。だから、アナログも9対16あったけど、まあ基本的に今9対16、デジタルでも全部ね言ってますけど、でもね、ハイビジョンといえばね、今度ね、あれ、ライフワークオブアキラ黒沢ね、ありますけど、アキラ黒沢の、遺作、最後の作品はハイビジョンなんですよね。夢っていう作品が、はい、なんかね、長寿ギガみたいな、なんか豪華絢爛な和風のバッグのところを、和服着た女の人が歩いてるかと思ったらくるってひっくり返ったらなんかちゃうやつになってるとか、なんかそういう不思議な作品なんですけどね、はい、ハイビジョンの作品がアキラ黒沢の最後の作品ということなんで、ハイビジョンの日にちょっとお伝えしました。はい、はい、もう一つ、マッチの日です。マッチでーす。やってみた、言うと思った。そっちそっちじゃないですよ。そっちだとちょっと今ちょっと風潮的にちょっと微妙やから、はい、はい、マッチよりの外のマッチのマッチです。はい、週の方です。はい、1948年に9月16日に配給制だったマッチの自由販売が認められた日です。はい、それまでがね、配給制にあったりとか、配ってたりとかっていうので、資源がね、戦争1938年のね、時から規則によって配給制が始まっていたんですが、戦争の長期化によるもので、日用品が生鮮資材に至るほとんどの物資が、統制配給の対象となっていたため、で1948年の9月16日に配給制だったマッチがようやく ね、はい、自由販売、自由販売だ、はい、10年かかったよね、38年から始まってますね、すごいですね、なんかね、ですね、いろんなものがね、配給になってたじゃないですか。そうですね。でね、その規則の名前が免試等、なんか免試、配給統制規則かなんかでいうね、はい、規則やったりとかするんですよね。はい、でこの免試って綿の、ね、糸ってことでしょ。うん、で僕八尾市じゃないですか。ね、八尾って実は免試、もともとは河内木綿って言って、木綿の栽培をすごいやってたんですよ。綿花を育ててた。だから綿取って紡いで木綿にするっていうのを実は八尾のあたりの人たちはやってたんですよ。で、あとね、面白いんですけど、マッチ工場が結構ある。まあこれちょっと ある歴史的あれがあるんですけど、まあ、でも僕の高校の先輩、そのマッチ工場の息子さんで、めっちゃ高い車乗るのが好きだった人でしたけど、はい、マッチというとその先輩を思い出したりしました。はい、さっきのマッチでは全然関係ないですけど、でもほら、なんかさっきね、ちらっと言ってたのがマッチってほら、箱のデザインが結構凝ってたりとか、ね、もらえるもんやと思う、ね、もらえるもんですよね、マッチって買うもんじゃないから、なんかこんなごっついやつとか売ってたよね、ごっつい箱に入ってるやつ、周りが全部なんかこう擦れるやつね。で、あとほらスナックとかお店行ったらもらう、なんか並んでるやつで一個ちぎってやるやつね。あれをちぎらんとシュッてやるのがかっこいいみたいな。そういうのもありました。そうか、今マッチってあまり見ないですね。いや、もう多分ね、製造やってるとこないんちゃうかな。
ま、マッチという文化もあったということで、うん、昔なかったあのトイレの匂い機にマッチするみたいな、うん、はあ、なんかあったのだからトイレに置いた消臭剤、うん、消臭だから聞いたことある、ね、だからあのリングを燃やした時に、うん、一緒にそのアンモニアが火薬の匂いあの燃えてくれるから臭くなくなるって匂い消し、そういうのやってたことありましたよ、はい、なんか街思わず広がったね、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました。ということで今日はですね、また、このプレゼンアリカナシカは、まあ、リモートの、取材をさせていただいたんですけれども、今日はですね映画、うん、マッチの次で面白いんですよ、ピストルライターの打ち方、おーライターちょっと進化した、おピストルライター、うん、ピストル型のライター、はい、ありましたね、ね、なんかね、俺らの世代だったらさ、ピストルライターって言ったらさ、うん、こうカチッってやったらこの先っちょのところがボッてこうなるやん、そうやろ、うん、で、あの探偵物語とかでも松田優作がこう使ってて、はい、でライターをピシッてやってこう、うん、ボーってすごいなんか火柱立つみたいなやつを最大限してやってるとかで見ててんけど、この映画で出てくるピストルライターは違うのよ、え、もう今バーナー型ボーってこの先から出んね、うん、なんかちょっとだから、うん、おじさんちょっと寂しいなと思ってけど、はい、ちゃうなって、そうまあまあ、でこのピストルライターの打ち方の、真田晃平監督という、うん、監督にインタビューさせていただきましたので、まずは、予告編と、インタビューをご覧いただきたいと思います。それではこのプレゼンありかなしかスタート。この辺も変わったな。何が？全然変わってないだろ。いい年こいてブラブラしてんの？まだ。マリちゃんだけ。風俗だろ。失敗ってのはビジネスチャンスだからな。こういう時に俺らみたいのが出ていかないと。ふざけんな。早瀬、ほら。やだよ。おい、早瀬。何してんの？久しぶりに帰ってきたからな。いや、この町はさ、ほんとさ、山と海しかないんだけど、その分魚もうまいし、酒もうまいの。なんであの時俺の背中蹴ったんだ。あんたさ、向いてないよ。なんすかじゃねえよ、バカ野郎。お前らがやらねえことやってるだけじゃねえか。なあ、俺死ぬのかな。ブン！ダセーな。今日はですね、映画ピストルライターの打ち方の真田晃平監督にインタビューさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは監督からですね、この作品の説明ですね、簡単にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、映画ピストルライターの打ち方なんですが、はい、ちょっと近い未来、遠くない未来にもう一回ですね、原発の事故が起こって、そこの隣町で生活している主人公の達也というのがいるんですけれども、達也はヤクザの下でその原発の除染作業員をいろんなところから集めてきて、女性作業に働かせるっていう仕事の連れてくる車の運転手をやっています。そうやってヤクザの下で仕事している達也のところに親友の亮と風俗嬢のマリが転がり込んできて、3人が共同生活をしていく話です。達也はまあそのヤクザとかに取り入って、なんとかこうバラバラになっていくふるさととか仲間たちを食い止めようとするんですけども、っていうところのどうなるかっていう映画になります。はい、これ原発問題をちょっと扱ってることにはなると思うんですけど、もともと311があって、うん、あの震災を起こった時に、うん、まあ、こういう話はどこかで映画にしたいなとは思ってたんですけど、特に震災の中でも原発問題っていうことにすごく問題意識はあって、それをどうやってあの映画化していけばいいのかっていうのをずっと考えてたんですけど、これたまたまなんですけど、自分のその実家も、うん、石川県、北陸の石川県の方ですけど、はい、隣町に
あの原発があって、はい、うん、で、まあ、今は停止してるんですけど、まあ、こうやっぱ動かそうとかっていうその動きとかもあったりして、うん、まあ、こうやってまたそういうことを繰り返し、うん、ああいうことが起こってもそういうことが繰り返していくっていう中で、ああこういう構造みたいなものは変わんないのだなって思って、それをこうきっかけにして、こう自分の地元でもう一回事故が起こって、うん、自分隣町に住んでて、うん、っていう想像はできるなと思ったんですよね。なるほどなるほどなるほど。でそういうちょっと近未来のそういうもう一回どうしようもないことがを繰り返してる人たちの中で、そういう行動の中で一番下に働かせてる人たちの、うん、そのなんか引きこもご人間ドラマみたいなのを、書いてみようかなと思ったのがきっかけですね。もう見事にそれを描かれてると思うんですけど、除染作業員の方が直接雇われるんじゃなくて、下請け孫請けからもう 何段階下になってるか分かんないところまで行くことで1日10万ぐらい確保されてるはずなのに、実際に作業する人たちが受け取るのが6000とか8000とか1万円とか、そういう世界になるっていうね。そうですね。でそこに、はい、実際にそういうちょっとヤクザみたいな人であったりとかが、うん、入ってきたりっていうのは実際のニュースで見たことがあって、はい、でまあ、そのニュースを見て、まあ、こんなことがまだ起こってるのかっていうのを思って、うんうんうん、まあ、でもこれは繰り返しまた新しくそういう事故が起こったとしても、まあ、繰り返されるんだろうなと思ったのは、そうですね、興味を持ったところですね。これだからね、僕本当にうまく話まとめたなと思うんですけど、ね、ちゃんとその世界の中でもまたループしていく終わり方になってるっていうところが、まさに監督が思った通りのことを伝えてるなっていうふうに思ってるんですけど、やっぱりね、その、まあ、主人公の達也君にしても、こうやりたいああやりたいっていうのは、まあ、あるかもしれないんですけど、結果的に日常の中に落とし込めてないんですよね。それが行動として、もう結局人を運んでるっていう、その仕事に行き着いてしまってる、あるいはその周辺の仕事で変な話ちょっとランクが上がるとか下がるとかいうところしか目指してないっていう話になるんですよね。でなんでかなっていうと、こう彼はなんかすぐなんかいろんなものを引き受けてしまうというか、はい、ね、頼まれたら引き受けちゃう、なんか頼られたら引き受けちゃうみたいな、なんかその人間のあれは弱さなんだろうなと思うんですけど、そういうのをなんか凝縮したようなキャラクターで、僕はものすごくこう魅力的だなというか、頼まれたら断れないから やっちゃうんだけど、でも肝心なことができなかったりとか、いろいろね。そうですね、すごくだからヤクザの下で俺たちが今度は儲ける番というか、その人を使う側に回ってやるぜって言うんですけど、うんうん、結局その暴力的なこととか、うん、そういうものにまっすぐ行くことができないというか、うん、最終的に優しい、うん、そうなんですよ、捨てきれないそのなんか思いやりみたいなのがすごく邪魔をしてしまうというか、うん、それがでも主人公の魅力だったりしますね。ですよね。だから口ではすごい威勢のいいこと言ったり、すっごいこう罵ったりとかいろいろするんだけど、でも実際に手は出せないし、手も出さないし、出されても文句言わないみたいな何がしたいんだよっていうふうに見えるところもあるけど、にじみ出る人間臭さっていうか、そういうのが達也君という主人公には凝縮しているし、帰ってきた親友の亮君にしても、まあ、彼はね、過去として人を殺しちゃって刑務所に入ってて、そこから帰ってきたっていうところが、まあ、彼にはあったりとかするので、一回もうやっちゃってるから、その部分は俺が引き受けてやるぐらいな感じで、思いっきりこういろいろと達也君の代わりに暴力的な部分を引き受けてたりっていうのも途中で出てきたりとかもしますからね。あとその風俗嬢のマリちゃんにしてもそうなんですけど、お互いがお互いを思いやってる優しさみたいなのが、口では汚く相手のことを言ったりとかする割に、割と3人とも信頼し合ってるっていうところが、こう見ていて魅力的な関係に見えましたね、はい。達也っていう主人公は、隣町がその事故が起こってしまったことを、うんうん、いろいろこう復興の人たちがバーって入ってきて、バブルに、うんうん、ヤクザがいてこう幅利かせてて、うん、またそういうちょっとブラックなところもにも絡んでいて、でもずっとこうやっぱり居場所を取り戻そうとしてる、自分の
ふるさとみたいなところとか、自分がその住んできた場所とか友達とかを、ま、全部そのなんか元に戻そうとしてるんですけど、もうそれはできないことだなっていうことは周りの人間たちは思っていて、ここでその親友の寮っていうのは、まあ、事故が起こった場所出身で、うん、もう生まれた場所に帰れないっていうところでちょっと対比があって、そこでこうどん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 話が展開していく中で、まあ、マリも含めてですけど、人間たちがこうやってすれ違っていく、悪意はないけどどうしてもすれ違っていくっていうところで、どこに行き着くのかっていうのがこの映画の魅力かなとは思ってます。そうですね、こう逃げられない場所にいるんだけど、うん、逃げ出したいっていう思いが、あそこにいる人みんなが抱えてるっていうところがすごい、まあ、面白いというか、まあ、この作品の面白さを推してる部分なんだろうなと思いますね。言ったら閉鎖空間なんですけどね、その閉鎖空間の中でやんなきゃいけないからやってることがあるんだけど、でもやっぱり逃げ出したい、で逃げ出せる人と逃げ出せない人がいたり、まあ、そこの、ね、違いというかすれ違いというか、そこのところが多分あのこの作品を見ていただく時のポイントになるんだろうなと思うんですけどね、はい、でもそこに縁も言われない人間臭さがあるというか、出てくる人出てくる人、達也自身はそうやってあの女性作業員を連れてきて働かせたりするんですけど、うん、女性作業員たちもなんか訳があって集められてきて、うんうん、無理くり働かされてたりとか、マリーはマリーで、あの風俗場のマリーは、はい、まあ、いろんな理由があって、うん、そのいわゆるバブルになってるんで、そこに出稼ぎに来るとか、うん、本当に来る、出てくる人、出てくる人、みんなどうしようもなく行き場所がないんですけど、うん、その中で、もう本当みんな その中で、あのもう捨てゼリを吐いて逃げていく、もう呪いの言葉を吐いて逃げていくしかない中で、うん、もうずっとそれを捨てきれないで、どうしようってしてるのが、主人公の達也っていう、そういう逃げ場所のない人たちの中で、いろいろこう物語が起こっていく人間ドラマみたいなものが見せれたらなと思って、はい、作りましたね。はい、ではですね、お時間来ましたので、そろそろですね、最後に監督から、見てらっしゃる方に一言メッセージをお願いしたいと思います。映画ピストルライターの仕方、大阪の第7劇場で9月16日からやらせていただくんですけれども、あの本当に2時間見て、その、まあ、社会問題を前提にはしてるんですけど、ずっとそうやって人間がこう右往左往して、その泥臭くあがく話を書いてるので、そしてその人たちが最終的にどこに行き着くのかっていうところがこの映画の魅力だと思うので、ぜひそういうものを見たいと思う方、ぜひよろしくお願いしますという感じです。はい、はい、ということで今日はですね、映画、ピストルライターの打ち方の真田光平監督にインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。いや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 、かわいいでしょ。かわいらしい。この間ね、キャラクターみたいな、なんかさ、この間ほら、元グラビアアイドルの小原のり子さんがいて、で今度ほらアイドルグループのいろはさくらのね、お二人がキャピキャピしてて可愛いなって言ってたので、今回ちょっとなんかマスコットキャラクターみたいな、なんか、うん、ゆるキャラっぽい感じね。なんか真田光平監督、すいません、真田監督。いや、なんか人柄がにじみ出てる感じがして、すごく、ね、うん、めっちゃいい人、うん、すごくいい人だと思います、ね。はい、まあ、今度またよかったら飲もうよみたいな話をしてたんですけどね、うん、はい、そうなんですよね。だからこの、ピストルライターの打ち方っていうのが、うん、あれね、撮影場所どこかっていうと、うん、宮城県なんですよ。宮城、あ、そう、まさに東日本大震災の場所、ね、うん、で、まあ、要はね、宮城県っていうと女川原発がある、うん、だから福島第一第二からするとそんなに離れてない場所がある、うん、で、あれ実は主役の主人公やってる奥さんが、なんかあっちの出身らしく、宮城の出身らしくて、で、まあ、その地元で、撮らせてもらったらしいんですけど、なんかね、すごいこう真実味があるというか、世界観がしっかりしているんで、はい、非常に面白い作品じゃないかなと思うんですけどね。まあ、だから原発事故、あれね、みんな結構知られてないんですけど、国は除染作業員に1日10万とか払ってるんですよ。ところが
その、その、何あの10万が本人の手元に届いた時に6000円とかになってる下受け、孫受け、40受け、30受け、40受け、50受け、60受け、70受け、80受けぐらいになったらもうで、その上そこからまたあのなんか昼飯代やら、うん、あの寮費とか、なんか要はホテル代じゃないですけど、うん、あの泊まるタコ部屋ですよ、そのお金とか取られて、なんか「え、俺1万円もらえるって聞いててんけど」って言ったら6000しかもらえないとか、そんな話なんですよね。はい、まあまあだからそういうのをかなりリアルに描いてらっしゃって、まあ、そういうのを、まあ、知らない人が見てもへえと思ったりもするんですけど、割とだからその辺の世界をリアルに描きつつ、その中で、まあ、もがいている人たちをこうピックアップして描いてるっていうところがね、あの非常にこの作品魅力的にしてるところだなというふうに思うんですけども、はい、これが今日第7芸術劇場の重層のねシャッターセブンの上ですけど、で、公開されるのと、9月29日金曜日から、京都シネマで10月6日金曜日より、神戸映画資料館にて公開という形になりますので、ぜひ皆さん見に行っていただきたいなと思いますね、うん、はい、では丸か×かですな、はい、しますね、はい、はいはい、ではいきます。このプレゼンありかなしか判定、うん、はい、こう見てて、あ、監督っぽいって思って監督っぽいってことで丸になりました、はい、最近この丸バツに出す理由を探してる感じよはい、はい、ということですね。まあまあ、あのいい作品だと思いますんで、あのぜひぜひあの見に行っていただければなと思います。はい、それでは今日は、ピストルライターの内方真田晃平監督のインタビューでした。ありがとうございました。はい、続いてあゆみ、はい、はい、お店の情報です。ただいま絶賛上演中、うん、ライフワークオブアキラ黒沢です。はい、はい、はい、ランの、ね、舞台裏、舞台裏は存分に見れますので、はい、ぜひぜひお越しください、うん、21日まで上演しておりまして、まあ、19日が定休日になりまして、はい、19日はないんですが、あとね、今日、明日、明後日で20、21と5日間あとございますので、ぜひぜひ皆様お越しください、うん、はい、そしてね、今日、明日は監督が、はいはいはい、来られておりますので、うん、はい、16、17なので、はい、土日で、監督いらっしゃってますので、ぜひいろんな話もね、聞けるのでお越しくださいませ。はい、料金の方は1500円プラスワンオーダー制となっております。時間の方は、マテリアルのサイトの方をまたご覧いただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、9月の22、23とトラベルハイムービージャムセルフということで、谷川健監督の短編上映週となっております。はい、こちらの方ね、短編9本見れます。この後また詳しく、お話しさせていただきます。そして24日は下本高市の谷町ゴールデンアワーボリューム3です。はい、3回目、はい、3回目がやってまいります。はい、こちらの方がね、料金の方が2500円ワンドリンク付きとなっております。また後で詳しく内容の方もお話ししたいなと思いますので、お聞きください。はい、そして9月27、28と、マテリアル演劇シアターということで、演劇映像を上映させていただいております。27日はオリゴ糖の、シンドバッドの渚で、28日は国民劇団のかけてもいいけどの2作品を、上映いたします。はい、演劇のね、見る機会ってあまりないと思いますので、はい、演劇行ったら多分ね、2,000円、3,000円、3,500円とかね、料金チケット代かかってくると思うんですが、こちらで見るのは1000円プラスワンオーダー制で、なんとお得に、演劇映像が見れますので、ぜひこの機会に見に来てください。よろしくお願いいたします。そして、10月になりまして、今決まっているのが10月20日のラクダのライブ、はい、ラクダのライブがね、3ヶ月に1回か、上映、ライブ、音楽ライブしていただいております。10月が、20日の日にしてもらいますので、ぜひまだお席まだ空いてます、今のところ、はい、なので
ぜひご予約ください。いろいろそばにもね、はい、すぐなくなるんですよね、はい、そして10月までですカバー上演しているのが、うん、はい、9月は、あと25日ですね、9月は25日と10月が、9と23となっております、うん、10月9日はスポーツの日で祝日ですので、ぜひ、ね、この機会に、うん、お越しください、はい、はい、お願いいたします。あと3回だけですよ、はい、お願いいたします。料金は1500円になっております。あと19時からスタートになりますのでお越しくださいませ。はい、その情報は以上です。はい、はいはい、じゃあ行きますよ、今日のグッチャー。はい、今日のグッチャーは、はい、トラベルハイムービージャムセルフということで、はい、谷川健監督の、うん、短編映像集となっております。まあ、あの僕も全部見たことはないんですけど、はい、あの一部あのなんと下本寺隆史のゴールデンアワーで流れてたこともあって勝利の選択ですね、はいはいはい、見させていただきました、ね、勝利の選択カンヌで、ね、上映されているので、そうです、そうです、はいはい、すごい作品、めちゃめちゃ面白かった、うん、面白いです、はい、短編ですけど、はい、今回は全9作を一挙公開ということで、タイトル言いましょうか、はい、Look out of placeプレイス、ルックアウトオブプレイス、はい、神のいる社な、うん、社、はい、ね、はい、死者の行列、お家へ帰ろう、絵本の里を訪ねて、視覚、アンドチェリー、アンドチェリー、チェリー、アンドチェリー、脱出プランナー、勝利の選択の9作品となっております。多分1時間半ぐらいでまとめてくれてるみたいなので、はいはい、平均は平均10分ぐらいになるかなと思ってますね。そうですよね、9本90分いったらねまあまあまあね、まあ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 大作というか、はい、長さですよね、はい、うん、まあ一気に9本見れるのはなかなかないと思うんですけど、うん、はい、楽しめると思います。多分割とね、同じ役者さん出てる場合もあったりとかして、うん、なんかオムニバスっぽく見えるかも、ね、そうですね、この時はこういう役してて、うん、そういう時はこういう役しててって、そういう楽しみもできますよね、うんうん、面白い、はい、うん、あ、割と なんて言ったらいいのか、あの人をひねり、二ひねり入れた作品を作るタイプ の、うん、あの監督さんなので、うん、面白いと思います。はい、谷川健監督は、福岡を拠点とする映画監督で、うん、1970年に長崎県で生まれました、出身が、うん、テンポの良いコミカルな短編、うん、作品を得意としております。で CM ディレクターとしてキャリアをスタートし、下本寺隆史率いる、トラベルハイに参加で、フリーランスを経て、会社を設立されております。なるほど。はい、うん、すごいですね。カンヌでの上映を。はい。48時間のね、映画祭で、そう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 、うん、はい、作りはったやつ。うん。勝利の選択もそうです、ね。そうですね。はい。はい、48時間で全て編集まで操作してるという。うん、すごい。お題を入れてね。うん、はい。そうなんですよ。脚本から撮影編集まで、うん、全部48時間。それが見れます、はい、22、23、しかも監督も来ていただきます、ね、そして下本寺隆史監督も来られております、うん、はい、いろんな話聞けますよね、はい、うんうんうん、まあ、あのだからなんでしょうね、そういうあの、まあ、短編によらず、うん、その映画作品見るのが好きっていう人は結構裏話してくれますから、うん、はい、そう、あのその辺楽しみに来ていただいたらいいんじゃないかなと思いますけどね。マテリアルはね、それが結構ね、そうそうそう、本人から聞けるからね、そう、現場の話をみんな来ていただいて、はい、こう交流をしていただいてっていう楽しみがある、うん、マテリアルです、はいはい、そして、ね、9月24日が、うん、下本寺隆史の竹町ゴールデンアワーで、そうそう、3日連続下本寺隆史さんがいるという、はい、大変素晴らしいイベントです。まあ、このゴールデンアワーに関してはもうね、はい、あの飲みつつ、もうみんなも飲んで、下本寺隆史も飲んで、はい、で、気が向いたら、ギター持って歌うし、はい、気が向かなかったらなんかとりあえずこの映像見とくみたいな、ネタ映像みたいないっぱい持ってはるんで、その亀さんと2人でね、うん、たかしの部屋って言ってました、ね、あ、いいかも、はい、タイトル変えたら、たかしの部屋やなみたいな、ね、なんか
返すの部屋。結構ほんまに近い感覚で、いや近い近い近い、はい、お話もできるし、うん、一緒に飲めるし、そう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 、なんか下本寺さんのお家に行ってる感覚かな、ね、っていうのがあるので、ね、なるほどなるほど、いや、言えて妙やな、それいい感じです、はい、ぜひ高志の部屋にお越しください、はい、お越しください、はい、僕はもう常連ですから、はい、毎回行ってます、はい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 、っていう感じの、ですね、はい、はい、以上ですか、以上ですね、はい、はい、はいはい、ということで今日のグッジョイでした、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、今日もね、なんかいろいろとハプニングがあったりとかしてなかなか楽しい、そう、収録中にね、なんかあのわけわからん電話かかってきたりとかしてね、ね、あの誰やねんそれみたいな、ご注意ください、本当にいろいろとね、いろんな、まあ、先じゃないと思うんですけど、あの間違いがね、間違いをね、あの受け入れられない人が大変になるという、いろんなことがありますが、はい、そしてまあまあこの9月ももう半分終わりました、はい、はい、そして、あと2回ですね、9月ね、はい、2回ありますけれども、あの9月もいろいろと、ね、あの、マテリアルもいろんな作品上映ありますし、はいはい、まあ、10月もまたっていうところもありますんで、はいはい、そして11月にはドラゴン映画祭があったりしますので、はい、皆さんいろいろと、ね、楽しみが目白押しな感じですので、はい、これからも楽しみにしていただければと思います、はいはい、10月からちょっとあの、うん、外税に変わります、そうですね、はいはい、これこれね、制度の移行に伴って、はい、うちのマテリアルの上映料とか、うん、飲食代とか、うん、外税に変わりますので、はい、そこだけ注意していただければと思います、はいはいはい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、はい、皆さん今日もどうもありがとうございました、ありがとうございました。